の家はマンションの屋上。マンションの大家はおばあちゃん。何の不自由もなく暮らす僕の家族。でもここは恐ろしい魔界へのゲートだったんだ。開かずの間で見つけた不思議なカメラ、それをいじっていると僕の鼻毛が異常発達。引っこ抜いてみたら緑色の何かが出てきた。謎の存在、ふにゃふにゃした何か。これをひとまずゴーストと呼ぼう。付きまとわれているうちにこいつへの理解が深まり、インしたものが生き物みたいに動き出す。これがこいつの個性だ。いろいろうざいのが出てくるが、暇つぶしになるのでそこそこ楽しい。そんなゴーストにはなんと仲間がいた。アポペン、アポペン、レッツパーティー。青いやつはいくつかのものを合成してキメラを生む。アイハートペン、アイハートアポ、うんってやつだ。知ってるだろ、油断すると変な姿になりがちだけど、それなりに面白い。その迷宮の奥に何が隠されているのか、僕はそこで大切な何かを探す。町には善人もいれば悪党もいる。金のためには手段を選ばない悪徳企業魔王堂、それが僕の宿敵だ。僕はゴーストの力を借りてヤバヤバ魔物アイテムを増産するブラックリーマンたちと戦うのだ。乗るだけで痩せる体重計、母さんそんなのうさんくさいってわかるじゃん。家族に降りかかったホーリーでホラーな物語だ。この街はパンプキンに満ちている。